どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。野々村病院の人々実況プレイ、やっていきたいかと思います。はい、前回はジョージと話をしたというとんでもない回でございましたけど、まあ、でも千里ちゃん、マスクメロン2つつけた子がね、来ましたけど、まあ、それが唯一の救いだったんではないでしょうか。はい、ということでね、今回ベッドの上で眠れねえからっていうことで、前回言った通り、今回聞くこのね、眠ったらね、終わっちゃうんでね、まあ、このまま。眠れない現場を調べに行くということをやっていきたいかと思います。それでは早速行きましょう。ポチッとな。どうせ眠れないなら何かしていた方がマシだ。そう考えて私は院長が死んでいたという休憩室を調べてやろうと思った。現場から調べるのは探偵堂のセオリーだ。私がいくら天才であってもこの部分に関しては変わらない。私はカバンの中から探偵業御用達7つ道具が入った革の袋と、かっこいいなこれな、な、へえ、A 作から預かった鍵の束を取り出すと音を立てないようにしてベッドから降りる。千里ちゃん。お前は黙ってろ少し。まあいいか、しょうがねえな、うん。思わず濡れたタオルを顔にかけてやろうかと思ったが、今はそんなことをしている場合ではない。私はジョージに呪いの言葉をかけながら廊下へと出る。これ死ぬからダメよ、これやっちゃう、本当に。これ、マジでね、死ぬからダメだ、これは。呪いの言葉をかけかけるんじゃない、もう本当に。シーンと静まり返った廊下はぼんやりとした照明がつけられているし、怖そうだな、しかし、ホラーだな。しかし真っ暗部屋に目が慣れていた私はその照明がやたら眩しく感じられた。私は顔をしかめるようにしてエレベーターに乗り込むとロビーへと降りる。でもこう誰もいない深夜の建物内ってドキドキしますよね。私結構好きなんですけどそういうの。誰もいないロビーは何度となく修羅場をくぐってきた私でも不気味に感じられた。ところどころにつけられた天井の照明がロビーのタイルを丸く照らしている。松葉杖を前に運ぶためにポケットに入れられた鍵の束がカチャカチャとなっていた。私は左手でポケットを押さえながらようやく関係者以外立ち入り禁止と書かれたドアの前にたどり着く。なんだ、開いているではないか。試しに取っ手をひねると鍵を使うまでもなくドアが開いてしまった。誰かいるってこと？じゃあ、ふん、不用心だな。私はドアを開け、その中を覗き込む。この場所だけは夕方に来た時とあまり雰囲気は変わらない。私は赤茶色したカーペットを踏みしめながら休憩室と書かれたドアの前に立った。なんだよ、社長夫人のさっきいた部屋とあんま変わんねえじゃん。ねえ、今度こそ鍵がかかっているようだぞ。私はドアを開ける前に7つ道具の中からルーペを取り出すと注意深く鍵回りを調べてみる。ほう、鍵穴のエッジは無理にこじ開けたような形跡はない。私は小型の懐中電灯を取り出すと鍵穴の中を照らすようにする。プロだな、仕事が。無理にこじ開けられたような形跡はないな。私はルーペと懐中電灯を革の袋に戻すと今度はポケットの中から鍵の束を取り出し休憩室と書かれた鍵を鍵穴に差し込んだ。カチャッとね。私は用心深くドアを開け誰もいない休憩室へ入っていく。ほう、あ、綺麗だね。あ、これオープニングの部屋か。そっかそっかそっか、オープニングでってことだもんな。ほうほうほう、ここにクラウンが座ってたんだな、ここにな。うん、なんだこれ、なんか辞書っぽいのがある。いや、綺麗だね。野々村病院カレンダーもあるね。うん、部屋には照明がつけられており、白い壁が飴色に照らし出されている。私はドアを静かに閉めると部屋全体を見渡してみる。まずは目に行ったのはこの休憩室に似つかわしくない大柄のベッドであった。そのベッドを見ていると休憩室というよりも寝室という感じがする。っていうかさ、なんかね、このゲームってほら、普通アドベンチャーゲームっていうと、こう、ベッドを調べたり、椅子を調べたりって、こういうパターンだとあるんですけど、カレンダー調べたりとかね。そういうの、この野々村病院っていうのは確かなかったと思いますね。選択肢のみです、本当に進んでいくっていう感じなので、確かそうだったよな。うん。まあ、とにかく選択肢を間違えると、やべえというね、よくフラグ立てって言いますけど、まあ、まさにそれでございますのでね。
まあ、フラグっていうのがもともとね、プラグ、プラってなんだよ、プラってな、プログラム用語なんでね、うん、まあ要するにトゥルーファルス、真か偽か、01判断って呼ばれるやつなんですけど、まあその辺もね、01って言ってますけど、変数なんか使えばね、もちろんいろんなね、フラグ立てれますけどね、まあ配列変数とかね、いろんなのありますけど、まあ大体、まあいいや、その話するとめちゃくちゃ長くなるからやめときます。はい。私はベッドを横目で見ながら窓際まで行き、静かにカーテンを開けた。窓の内側にはしっとりと水滴がついており、水銀灯の光でそれがキラキラと瞬いている。つうかベッドの下とかにエロ本とかねえのか。あ、ねえか、さすがにこの手のタイプ。ちょっと足が見えねえからあれだけど、ちょっと見て。あ、この手のタイプ絶対、あ、これエロ本入れたら絶対にね、取り出すのがめんどくせえタイプで、っていうか写り込みとかすげえな、ちゃんと書いてある、すごいな。まあこの写り込みはね、別に作るの実は大したことなかったりするんですけど、でもそれでもやっぱね、グラフィックの高さがね、うかがえますね。はい。私は再びルーペを取り出すと、その窓を入念に調べ始めた。しかしここもドアと同じように無理にこじ開けられた形跡はない。ふん、外部から鍵をこじ開けて侵入した可能性はないだろう。もし他殺であるなら、最初から鍵が開いていたか、あるいは委員長が鍵を開け、その人物を中に招き入れたかだな。私は松葉杖を壁に立てかけると四つん這いになり、今度は部屋の隅々を細かく調べ出した。石膏で固められた右足が床を擦るたびに、まるで重い家具をでも動かしたかのような音が響き渡る。ふん、私のような天才探偵が調べているのだぞ。何か一つくらい手がかりがあっても良さそうだが。しかし警察がきっちり調べ上げた後である。手がかりになるようなものは簡単には落ちているはずもない。私は左足で踏ん張るようにして立ち上がると痛そうだな。今度はいかにも高価そうなキャビネットの扉を開いた。失礼な、何も入ってないではないか。警察が全て持ち出してしまったのだろうか。中世の雰囲気が漂いそうなキャビネットの中は見事なくらい空っぽであった。なんか入ってるけどな、これのことだろう、キャビネットって多分。うん。お、なんか見つけた？どうした？キャビネットの扉を閉めたと同時に、明らかにその音とは違う別のドアを閉める音が私の耳に飛び込んできた。いや、音というよりも振動が伝わってきたと言った方が正解であろう。ナイフの先端のような鋭い感性を持つ私だからこそ、その振動を感じることができたのだ。この言い回しがいいような自分のことをな、大好きです、こういうの。はい。ロビーの方向、つまり立ち入り禁止のドアか。私は右足をかばいながら、それでも最速のスピードで休憩室のドアに耳を寄せる。心臓の鼓動が高鳴り、私はそれを抑えるかのように深く深呼吸した。話し声は聞こえなかったが、確かに足音が聞こえてくる。私は汗ばむ手のひらをズボンで拭くと、片足をつくようにしてしゃがみ込み、そして鍵穴に目を近づけた。英作ではないか。少し霞んだ視界の中、休憩室のドアをの前を通り過ぎたのは確かに英作であった。やつは背中を丸めながら、それでも上目遣いで歩いている。こんな時間にどうしてやつがいるんだ？なんだよ。私の耳に再びドアの閉まる音が聞こえてきた。どうやら英作は院長室に入っていったらしい。ほう。私は今起こった出来事を何とか頭の中で理由付けしようとする。しかしそんなことを考えている前に迅速な行動が必要だと思われた。あー、ここでまた選択か。ここでじっとしている場合ではない。とにかく院長室前まで行く。やつらが何をしようか知ったことでは、あ、これではなさそうだね。よし、これはもう院長室前まで行きましょう。私は壁に立てかけてあった松葉杖をつかむと、休憩室を出て院長室のドアの前へ向かった。もちろん足音を立てないように細心の注意を払ったことは言うまでもない。再び私はドアの前にしゃがみ込むと、そっと鍵穴に目を近づけた。かすかだが部屋の中から話し声が聞こえてくる。狭い視界の中、目の前に飛び込んできたのは正面に座っているアキコとその横にいる英作だった。彼女は昨日の夕方と私と話した時と全く同じポーズで座っている。なんだそれ。あの女、形状記憶合金できているんじゃあるまいな。いや、大人の事情だよそこは。
アキコは口から支援を吐き出しながらゆっくりとした口調で英作と話している。英作、今日の夜勤は誰なのかしら。はい、牧野理恵と間宮千里でございます。ほうほう、そう、理恵が夜勤なのね。なんか意味深っすねこれ。理恵が夜勤なんだよ。お前理恵ちゃんにあんま変なことすんなよ、あきこさんよ。あきこはそう言うと氷のような瞳を青白く光らせた。それとあの探偵ね、あの貝原という男は気をつけないと。ほうほうほう、英作、私が言いつけたことは。大丈夫です奥様、ここに来る前にちゃんと取り付けました。アキコは満足そうにうなずく。あの男の目、バカか天才かどっちかだ。ほう、ふん、天才に決まっているだろう。奥様、お言葉ですが、私にはあの男をなぜ雇うのかわかりません。英作でもいい声してんなこれ本当に。アキコは冷たい微笑みを浮かべると英作に言い聞かせるように言った。英作、あなたもあの男の目を覚えているでしょ。英作てんてんてん、私たちが雇わなくてもあの男は主人の死について調べますよ。この病院の中で勝手なことをされるより正式に仕事を依頼した方がいいに決まってます。これやっぱりアキコもやっぱり修羅場相当くぐってんなこの女。うん、あの男の底はひどいものです。とても頭がいいとは思えません。いや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 、本当に頭のいいやつってね結構バカっぽいからね、はっきり言うけど。、うん、もしあの男が週刊誌に書かれているようなバカなら、私たちはそれなりに利用すればいいだけです。天才だと言っているだろうが、おい、私はドアを開けてこの言葉を奴らに言いたくなってきた。それにあの男の目、十分に刺激的だわ。本当にアキコのボイスもいいな。そう言うとアキコは両腕で胸を寄せるような仕草をする。うわ、腕になりてえ。英作、やってちょうだ。はあ、心なしかアキコの瞳が潤んでるような気がする。彼女はおもむろに足を広げると、うん、椅子の袖に乗せるようにして大きく開いた。おい、それ見せろよ。な、何をする気だ。あ、英作、あら、ちょっとあのこれブス島マーク入っちゃってますけど、いや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 、これはちょっとあれですね。うん、ちょっと、うーわ、すげえな。おい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 、これはすごいぞ。うん、英作てんてんてんだよこれ。英作はおずおずとアキコの前に、はい、ということでね、なんかいきなりこうねコンプラが落ちてきたと思うんですけど、いやー、ブス島マークのところのところがね、今度ね、なんだろう、英作の後頭部が映るような感じになりましてね、まあそこでね、まあなんていうんですか、ペロ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 みたいなね、そんな感じになっておりましたけど、まあちょっとね、まあ大人の事情でね、まあ本当に大人の事情でねこうなっちゃいましたけど、それでそれを見てたね、あの鍵穴から見てたね主人公たくまろ、物音立て上がりましたね、ドンって。そこもね文章であったんですよ、効果音と。だけどもカットせざるを得ない部分でちょっと口頭での説明になってしまいましたという感じでございます。はい、あきこのこ、うん、まあまあそういうことでございますよ。まあちょっとこの辺ちょっといろいろ入ってますけど、まあまあそういうことでございます。うん、ちょっと今読もうとしたけどちょっと読まない、もう下手なお化け屋敷よりもずっと怖いということです。はい、あら、どなたかしら。私だ。アキコは平然として、しかし英作と同じようにドアを凝視している。彼女の冷たい視線はドアを通して私の姿を確認さえしようとしてると思ったみたいな、ちょっと違いましたけどね、手鏡マイケルかって感じでございますけどね。まあ大丈夫でしょう。ドン、ほらね、こういう音出したんですよ。ゲ、ゲじゃねえよ。
そのノックの主は私の自慢のマグナムであった。ほとんどパジャマを突き破りそうになった。それはビーグビクトを脈打ちながらドアを叩いている。アホか静かにするのだと言っても収まるものではない。私は腰を聞いてほとんどホットテントットのような格好になっていると、とりあえず自慢のマグナムがドアを叩くことだけは回避しようと思って、そういう場合はベルトに挟むんで、あ、パジャマか、無理だな。英作見てきなさい。英作の顔はゆっくりと近づいてくる。私はその醜い顔を見ているうちに下半身のホテルがスーッと抜けるのを感じていた。まずいぞ、どうするんだ。うわー、これはもうここまで来た、隠れてもしょうがねえからな。これだな、自らドアを開けて巧みな話術でごまかしましょう。まあ逃げちゃしょうがねえ、行こうか。うん、話術で。私はスクッと立ち上がると自らドアノブを回した。ガチャッと。はい、私はゆっくりドアを開けると平然を装って部屋の中に入った。部屋の中は英作だけがおり、アキコの姿が見当たらない。英作は私の部屋の奥に入れたくない様子で威嚇するように立ちふさがっている。英作、私は部屋の中をぐるりと見回してアキコの姿を見つけ出そうとする。貝原さん、こんな遅くにどうしましたの。ザトらしい女だな。おい、部屋の右奥には大理石のテーブルとソファーが置いてあり、その手前には絵巻物風のついたてが立っている。アキコはそのついたての影から何事もなかったかのように出てきた。私は何も答えず彼女の全身をじろじろと眺める。先ほど見た彼女の死体が目の前に立っているアキコとオーバーラップする。まあ重ね合ってるってことですね、うん、仕事熱心だこと。早速調べてますのね。もちふん、あなたこそこんな時間に何をしてるんだ。アキコは顔色一つ変えない。主人が亡くなってからいろいろとすることが多くて本当に嫌になってしまいますわ。ザートらしいな本当に。そう言うとアキコは鋭い視線を私に向けながら椅子に座った。で、こんな時間に院長室へ何のご用かしら。いや、まさかね、ノックしたのがマグナムだったっていうのは言えませんのでね。うん、現場である休憩室を調べていたらあんたの声が聞こえたんでね、ちょうど聞きたいことがあったのだ。私はとっさにそう答えた。アキコは全てを見透かしたかのような顔をしながら、それでも私に合わせるかのように会話を続ける。何でも質問してください貝原さん。こいつ本当大物だな。聞きたいことがあるなどととっさに言ってしまったが、私は以前から気になっていることを彼女に質問することにした。お、ここで選択肢か。はい、ということでですね、またね、ちょうどキリがいいんだか悪いんだか分かんないですけど、選択肢のところ来たんで、とりあえず今回はここまでにしておきましょうか。ちょうどね20分くらいになりましたのでね、まあちょっとね、こんな小分け小分けでやってますけど、私もね、いろいろ事情がありましてね、まあ編集っていう事情がありましてね、そういうことでやっておりますけど、まあ視聴者はあんまりねその辺関係ないと思うんですけど、どうしても編集作業が入りますんでね、小分けにしてやらせていただきたいかと思います。ちなみにね、あのバーンと入っちゃいましたけど、気になるところですね、意味深なことを言います。髪の毛の色と同じでございました。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございます。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。